この動画には次の注意事項があるよ。それでも見たい変人なら見ていってね。地獄の果てからこんにちは、艦長の伊豆なまるです。攻撃担当のあやです。ソーダ担当のもみじです。で、あっちのゲーミング PC みたいなのが下僕の巷だ。まずこのナウでヤングでハイパー愛化しているファッションをゲーミング PC の一言で片付けているあたりで程度の低さがよくわかるし、私はお前らの下僕ではないんだよな。まあでも拉致られている分際で人権もクソもないんだよな。うん、まあそうなんだけどさ。ぐへへ、何をしようかな。さて、嬉し恥ずかしい。ショコラ、ガキタイム！お前ら後で覚えとけよ。っていうかお前らここ戦場やぞ。そんな馬鹿げた話するとか気でも狂ってんのか。ちまたさん、今のうちに頭のネジに3本引っこ抜いておかないとそのうち PTSD になりますよ。おい、戦艦に魚雷流せ。はいはい、前方のワイオミングに向けて流しますね。離脱するように進路取りますね。正気のままで敵弾をくぐり抜けて敵に決死の肉薄攻撃なんてできるわけないんだよな。地獄だな。戦争なんて残酷なだけやで。本動画は戦争の根絶、世界平和を目標に作成されています。嘘つけ。今の時代ゲーム実況にも SDGs を取り入れるのは当然なんだよな。どう考えても選定したゲーム間違ってるだろこれ。え、何か間違っているんですか？いやだってこれどう見ても戦争ゲー。いやだって戦争を起こすような悪者を全員殺戮すれば世界は平和になるじゃないですか。怖い怖い怖い。世界のアメリカ様が言ってたから多分間違いない。アメカス君さ。はいはい、政治臭い話はこれくらいにして魚雷撃ちましょうね。とりあえず右真正面にいるワイオミングに発射しました。良い子のみんなは、ゆっくりを使って政治のお話をするのはやめようね。もみじお姉さんとのお約束だよ。魚雷当たりそう。よし、全部命中。ところでもみじくんはなんで岩に激突させているんですかね。射し立てまつる。許して使わす。ありがたき幸せ。隠蔽がどうのこうのいう距離じゃないんで飛行でも攻撃しますね。うん、そうしてくれ。魚雷ももうすぐ装填終わりそうです。とりまこのワイオミングは撃沈できそうですね。魚雷、発射。あやさん。何も、言わないでくれ。魚雷全部当ててたら沈められたと思うんですよね。ダメだ。中距離だったよね。もうやめて、あやのライフはもうゼロよ。あのワイオミングはもう諦めろ。それよりも左舷付近にいる戦艦巡洋艦の対象しろ。接近してきている。おい、あや。だって、あとちょっとなんですよ。あれよりも距離の近い2隻をまずなんとかしろ。やらなきゃやられるぞ。了解しました。本艦被弾。さらに被弾してこっそりやられました。巡洋艦に魚雷を流します。離脱するぞ、ちまた、エンジンブーストとダメコン急げ。うっさいわね、言われなくともやっとるわ。普段横からガミガミ言うだけだと思っていたけど仕事が早い。黙れ元凶。アップな。うお。た、助かった。しかも浸水で敵艦を一隻やれたようですよ。生き残れただけでなく戦果も上げられるなんて、なんて幸運なんだ。今度ばっかりはダメだと思ったわ。ほんとほんと。さて、ここからどうしますか？戦艦死人。よし、あれに向けて雷撃をしろ。ただし肉薄はするなよ。オッケーオッケー。現在この海域で生存する味方艦艇は駆逐艦3隻のみ。対して敵は戦艦3、駆逐艦2の大部隊であり我が方は圧倒的に不利だ。どうします？突撃します？生きて恥ずかしめを受けず、直ちに敵戦艦に肉薄し決死の魚雷攻撃をもって強鎮せしめた後潔く散るべきであります。いやあんたさっきまで助かったことめっちゃ喜んどったやろ。なんだあきさま、貴様それでも日本人か。いや私神なんですが。しかし戦局を挽回するには積極攻勢をもって戦闘の主導権を我が方へ持ってくることです。イーズナマル様、今すぐ突撃を。まあまあお前ら落ち着け、今突撃しては一度しか魚雷をお見舞いできない。しかし生き残れば2聖者、3聖者できるだろうし、次の戦闘でも敵に突撃できるではないか。わかりました。一定の距離を保ちつつ攻撃を行い極力長時間的に出血を強要することとします。とりあえず、左舷の石づちに引き続き攻撃することとします。うむ。あ、私たちが尺稼ぎしている間に発射した魚雷が刺さりそうです。尺稼ぎ認めるのかよ。いやだってこれゲーム実況ですよし。だから、めたいんだよいろいろと。君たちはシリアス茶番をやりたいわけ？ギャグ茶番をやりたいわけ？まあそこはほら、銀玉的なあれということでどうか一つ。と尺稼ぎしている間に魚雷の装填が終わりそうですよ。だからそういうこと言うなや。ここからだと少し遠いからもう少し近づいてから発射しろ。あいあいさ。大体、実況動画で話すことが途切れないようにするため宿泊しているのはどこのチャンネルも共通なんだよな。そろそろですかね。うむ、うてぇ。やめろ、そういうなんか現実的なこと言うな。純粋な視聴者がなんかがっかりするかもしれないじゃん。お前らの大好きな、チャンネルや、チャンネルもきっと。だからそういうこと言うのやめろ。今度から動画見るとき、ああ、今なんかゲームと関係ない雑談しているけど言うこと思いつかなかったんだな。カットすりゃいいのに、みたいなこと考えてまうやろ。あ、ちまたさん尺稼ぎしている間に敵戦艦沈みましたよ。動画の尺稼ぎに関することを話して尺を稼ぐ。なんか紛らわしいわ。で、この後どうします？
トリマ接敵までカットで。やっぱり今回もダメだったよ。おいこれあと10秒で戦闘終わるじゃねえか。だって近くに敵いなかったんだもん。つうか負けてんじゃねえか。負けではない、勝利していないだけだ。終了。世間一般ではそれを負けというのだよ。聞こえない、聞こえない。おい、リザルトは？検閲されたって書いてあるじゃないですか。敗戦の結果なんて公表したら、反戦世論が出来上がっちゃうだろ。大本営だな。本部より指令、本会議派敵正解喧嘩にあり、急ぎ放棄し時期作戦に備えよ。とのことです。ふむ、ではこれより本艦は本海域より転進し、時期作戦海域へ向かう。各員、次の戦闘に備えよ。転進じゃないだろ、撤退だろ。言葉は正しく使え。さてさて、天狗一行は次の戦いでは勝つことができるのでしょうか？いいねやコメが多いと次の投稿が早くなるかもしれないんで、ぜひともよろしくお願いします。また実況以外にも軍事解説動画なんかも作ってますんで、そっちの視聴もぜひぜひ。チャンネル登録、フォローもぜひぜひ。それでは、ご視聴。ありがとうございました。